皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではいろんなパズルを紹介していますので、気になったものがあったらぜひチャレンジしてみてください。ということでね、今日は幻のパズルを紹介します。これです、メダリオン。これね、花山さんのキャストパズル、昔から知っている人はもしかしたら知っているかもしれないですけど、これ花山さんのキャストパズルのまあシリーズの一つと言ってもいいのかな。ただ通常販売してなくて、まあ、これの詳細を説明すると、2011年ぐらいかな、まあ今のパズルじゃなくてキャストパズル時代の時ですね、花山さんの。その時にキャンペーンをしてて、キャストパズル2個購入すると応募券がついていて、それを応募するとこれがね、まあプレゼントなのか抽選なのかわからないですけどもらえると。その時多分限定300個ぐらいだったらしいんですけど、このメダリオンというパズルがもらえたということです。で、一応キャストパズルと書いてあるんですが、ここに書いてありますけどね、花山さんと。ユーレカっていうのはですね、ヨーロッパのパズルショップですね。で、ここにカナダのパズルショップ、パズルマスターさんの名前も書いてあります。要は花山さんとパズルマスターさんとかのコラボの企画で、海外販路向けのパズルらしいんですよ。だから日本でね、販売されてないんで、その抽選の時のね、景品として配られただけなので、今日本のオークションサイトと見つけるとすごい高いです。で、これはカナダのパズルショップ、パズルマスターさんで購入しました。まあ要はパズルマスターさんとかでは一応置いてはいるんですけどね。久しぶりに在庫が復活したのでやっと手に入れました。なのでメダリオン欲しい方は、あの下にリンク貼っておきますので、海外のパズルショップ、パズルマスターさんから購入できます。で、一応ね、あの僕のサイトの方にパズルマスターさんみたいな、その海外のサイトから購入する方法もちょっと記載してあるので、もし海外からのね、購入がちょっと不安だって方はそちらも参考にしていただければと思います。ここにね、エクスクルーシブって書いてありますよ。で、ただこれ正確に言うと、おそらく日本の花山さんの景品で出てたものと若干違うんですけど、まあそれも後で説明しますがね、まあ、何はともあれ伝説のパズルです。もう幻のパズル、まあ開けてみましょう。ということで、メダリオン開けました。もうめちゃめちゃかっこいい、すごいパズルで、ここにパズルマスターとロゴが書いてありますね。まあプリントですね。後ろにも書いてあるんだよな、ここにパズルマスターと。で、これはパズルマスターさんで販売してるこのね、商品なので、パズルマスターさんのロゴがついていますが、日本でその花山さんがキャストパズルの景品として配られた時は、ここのプリントが花山とか、こっち側に多分キャストパズルとかっていうプリントがしてあったらしいです。なので、まあ今パズルマスターさんで購入しても物は同じだけど、ここのロゴが違うってだけですね。だからおそらく日本だと花山さんって書いてあるタイプのものがオークションとかだとめちゃめちゃ高いと思います。まあ物自体は同じです。パズルとしても解き方はもちろん同じなので、このロゴが違うだけですから、まあほぼ同じタイプのものということですね。で、一応ね、開けたらね、これが海外販路向けなので海外のカタログがついてました。これもすごいわ。結構これ新しいカタログだな。でね、本当に久しぶりにパズルマスターさんでこのね、メダリオンの在庫が復活しましたけど、またすぐなくなっちゃうかもしれないので、まあ購入したい人は急いで購入してみてください。で、本体はこんな感じですよ。本当にめちゃめちゃかっこいい、メダリオンっていうぐらいで、メダル、なんだろう、金メダルとか銀メダルとか、ああいう感じですね。で、先に言っちゃうと、ここがね、こう。もうなんか仮面ライダーのベルトみたいにこうガチャッと開いて、で、ここにピンがあるので、両側の迷路を解きながら、4パーツですね。この黒いとこが2パーツで、このゴールドとシルバーのメダルがついているので、これを外していくというタイプですね。で、これ作った方は日本のハズルでもおなじみのオスカーさんですね。オスカーファンデフェンターさん。で、日本だとハズルはあのマーブルとか他いくつも作ってますけど、これね、オスカーさんのハズルで似てるのはこれですね。ハズル、レフ。まあ、これもオスカーさんの作品で、こういうピンがあって両側をね、迷路で進んでいくタイプなので、それのもっと複雑版と言ってもいいでしょうね。まあ両面これもゴールドとシルバーですからね。ただ明らかにやっぱりこっちの方が難しそうですが、
パズルマスターさんの難易度設定で言うと10から6のうち8なので、でこのレフは6段階で4ですから、難易度的にはそんなに変わらないような設定なのかもしれないです。まあ早速やっていきましょう。いやーもうめちゃめちゃかっこいい、何はともあれ。でこうね広げるとピンがこう出ていって、両面見なきゃいけないんで両面を進んでいってこれをね外します。さあ、いやーそれにしても本当にすごいなこれね。ただまあすいません、両面ね同時には映せないのでこういう感じになりますけど、ちょっとずつ動かしていくんですよね。いやすごい本当に。よっ、ちょっと進んだぞ、こういう感じで。これがこうか。あ、いいですね。なんか両方連動する感じがもうめちゃめちゃ楽しい。まさにハズルよ。でちなみにね、さっき箱に書いてありましたけど、このヨーロッパの方のユーレカさんで販売されているものは名前がメダリオンじゃなくて、メイズメダルっていう名前で販売されてたらしいんで、だからトリトさんでね限定で販売されてたものはユーレカさんのものらしいんで、メイズメダルっていう商品が30個ぐらいで限定で販売されてたらしいですね。とりあえずどんどんね進んでいきましょう。いやめちゃめちゃ本当にかっこいい。でこれを、まあ、このピンがここまでいけばいいんですよね。でこのピンはここまでいけばいいんで、これが1個内側に入ればいいのかな。だからこうか、こう、おお進んだ進んだ。でこの両面を動かしていくのがね本当にレフと似てる、レフと似てるけど、ここのねこの黒いパーツもあるのでね、とりあえずここまでは行くんだけど、きっとこれじゃダメなんだろうな。あー、両側にあるから多分両側いっぺんに外さないといけないんですよね。だからこれを外側に持っていくから、そのためには一回戻さないとダメか。だから多分レフもそうでしたけど、結構行ったり来たりをしないと難しいだろうな。これを外側に、外側にはできない。ああ、じゃあここを一回進めなきゃいけない。すごいなよ。でこういってこうでいいのかな。そうすると進む、あ進む進む、おお、これはね本当にめちゃめちゃ楽しい、パズルとして面白い。お、こうか。お、ちょっと近づきましたよ。でこれがこういけばいいんだから、あ、そっか、これがだからここに進めばいいのか、こうじゃない。あ、近い近い。でこうやって、あ、もうこれで外れるんじゃないですか。ゴールドがここまで行って、後ろが、あ、行く行く、こうだ。これでこれが持ち上がるのか。あ、取れた。おお、真ん中にピンがありますね。そしてこちら側もこことここに来ているから、これで外れた。メダリオン外れました。すごい。こっちのシルバーのところにピンが1個ついてますね。だからこういう状態になってたんですね。でこの後ろのパーツがこうはまってたと。いやーすごい、メダリオン。さあメダリオン外れたので、もちろんね元に戻していきましょう。元に戻すまでが知恵のはハズル、キャストパズルです。で
この多分向きがあるんですよね。こっちはこのパーツ上下にこう噛み合いますけど、ピンの位置はおそらく左右も変わらないからどっち向きではめても大丈夫なんじゃないかなと思いますが、はめるときはこのメダルの方はロゴが上ですね、多分両方。このロゴのプリントの方を上にしてはめて、で、こっちもロゴを上にしてはめるんじゃないかな。多分そう外れてたはず。で、入れてこの真ん中のピンを接続してスタートかな。よ。これで多分元に戻していけばいいんじゃないかな。よ。これ面白いなぁ。面白いしかっこいい。こうか。で、これが内側に行くから、これで、よっと。少し内側に、これか。で、こうかな。ここの内側まで進む？進まないから、一度ここまで持っていって、こうね、結構この行ったり来たり感がいいですね。よっ。で、こう行って、だからこれはここまで行って、これはここまで戻んなきゃいけないし、こちらのピンは初期はどこだ？こことここか。ここでこれがこっちかな。ですかね。なのでそこに行くようにどんどん動かしていくと、これをこうか。でこう動いて内側に入って、これも内側に来なきゃいけないんだけど、一度そこまで進めなきゃいけないから、ここは、これ一回外側に逃がさないといけないのかな？で、こうか。で、こう進むのかな？こうかな？で、あ、そうするとこれが内側に行かないから、これを先に内側に持っていかないといけないのか。こうか。で、こうやって、ここが内側に入る？こうか。で、こう行って、よっ。で、もうすぐだな。これをこう行きたいので、これがここまで進まないといけないんだけど、これを一度外側に逃がして、こうか。で、こう行けばいいのか。これが外側に逃げないといけないから、これでこう回るのか。なるほど。で、これが一段階内側に入らないといけないので、これでここに入れて、で、これを一度外側に逃がさないといけないから、ここか。で、こうか。で、こうですね。こことここまで戻ればいいので、あ、こうで戻ったー。いや、すごい。メダリオン、これはパズルとしてもめちゃめちゃ楽しい。すごいです。
まあ大体今揃え切るまでも解くまでも5、6分ぐらいかな。まあそこまでめちゃめちゃ難しいというわけではないですが、パズルとしてこの動きが非常に面白いし、このデザインとこのね、ここが開いていく感じがもうたまらないですね。素晴らしいパズルです。ということで今回メダリオンですね、紹介しました。いや本当に幻のパズルですけど、まあ幻のパズルというだけではなくて本当にいいパズルです。パズルとしてもめちゃめちゃクオリティ高い、すごいちゃんとよく動く。あ、ちょっとね言うと、このパズルのキャストレフちょっとだけ引っかかる部分とかあるんですけど、こっちよりもねだいぶ動きがスムーズ、めちゃめちゃ気持ちいい。動くとこはすんなり動くし、でこの両側のガチャって開いてスタートする感じが本当にねパズルとしても優秀です。素晴らしい。でこれね、まあ本当に日本国内だとなかなか手に入れづらいですけど、まあ海外のパズルショップでは購入できますので、まあ手に入れたい方はぜひねチャレンジしてみてください。ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。